奈良波町二級河川木戸川水系木戸川に建設されたダム高さ93.5メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水、上水道、工業用水道を目的とする、福島県営の多目的ダムであり、福島県富岡土木事務所木戸ダム管理所により管理、されている。ダム湖名は、木戸川湖と名付けられている。東ダムが位置する、 木戸川は、阿武熊高地を水源とし、途中の支流を集め下流の奈良波町で、太平洋に注ぐ河川であるが、1971年、1977年、1986年、1989年に、洪水が発生し、特に1989年8月の集中豪雨では、過去最大の被害が発生するなど水害が頻発する河川であった。一方、 1974年、1987年、1994年から1996年には深刻な水不足に見舞われ、特に1996年8月1日同20日までの降水量は福島県浜通りで2ミリと少なく農作物等渇水対策本部が設置されるほどの渇水に見舞われた。また、東ダムを要する奈良浜町をはじめとした双葉郡は、 火力、原子力発電の電源地帯であることに加え、常磐自動車道の延伸開通による、軍内五町が推進した工業団地の造成などの地域開発が進んでいたため、それまで利用してきた地下水の取水可能量が限度に達していた。これらの理由から、双葉郡五町による多目的ダムの建設の要望が強く上がったため、木戸川総合開発事業の一環として、 福島県富岡土木事務所によって建設され2001年2月に非公式が行われた。2007年3月に試験淡水が始まり、11月に洪水時最高水位に到達。2008年3月に竣工式が取り行われた。現在はダム地点での洪水時流量毎秒1850立方メートルのうち毎秒800メートルを貯水する能力がある。また、 ダム下流の取水席より高野町、奈良波町、富岡町、大熊町、双葉町に対し1日あたり2万1500立方メートルの浄水道用水と3万2300立方メートルの工業用水の取水が可能になった。ありがとうございます。